こんにちは、僕大ちゃん。こんにちは、私みなみちゃん。みなみちゃん、何して遊ぶ？お絵かきしたい。知ってる？野菜でお絵かきができるんだよ。本当？やってみたい。お家に野菜があるかな？あ、キュウリがある。ピーマンもオクラもナスもあるよ。ママ、この野菜使ってもいい？何に使うの？お絵かきするのね、え、大ちゃん。うん、野菜を切って野菜の中でお絵かきするんだ。面白そうね。だったら小松菜もあるわよ。玉ねぎや人参も使えるんじゃないかしら。で、一度切れて、はい、さあやってみよう。まず絵の具を用意しないとね。汚れないようにしっかり新聞紙を引いてね。はーい。みなみちゃん、何色がいい？私、赤。アルミカップに濡れたキッチンペーパーを敷いて絵の具をのせるよ。そしてよく伸ばすんだ。じゃあ私オレンジもやってみる。僕は青がいいな。じゃあ私はピンク。次は野菜を切るよ。一番はオクラだ。手を切らないようにしっかり押さえて。はい。私はママに切ってもらおうっと。絵の具をつけて。こっちの方来ちゃってるんですか？こっち。ペタペタ。わあ、お星様みたい。次はレンコンだ。うわー、面白い形。私ピーマンやってみたい。ママ、ピーマン切って。はい、どうぞ。ありがとう。ぺったんぺったん。うわー、面白い形。ゴーヤはどんな形になるのかな。はい、どうぞ。はい。うわ、こんなんだ。小松菜は綺麗なんだよ。あ、バラの花、すごく綺麗。いろんな形ができたわね。これをペタペタして絵を描くんだ。みなみちゃん、何を描こうか。ママのお顔が描きたい。しっかり美人に描いてね。最初はお目目からだ。じゃあ次は眉毛をつけよっと。えいえい。では次は口。じゃあ鼻。最後は髪の毛。うん、
水平にレンコン、イヤリングつけちゃおうっと。わあ、ママにそっくりだ。ママどう？まあ嬉しいわ。あ、ママにお花プレゼントしよう。バラの花束、ママどうぞ。ありがとう、嬉しいわ。お魚だって描けるんだよ。最初はお目目、背中に鱗をつけて、体操も。あたし赤い魚にする。目はこれ、鱗は赤、体操は睡眠を思い出したわ。うわー、お魚素敵、楽しいね。またやろうね。はい、今日のお絵描きはね、こんな楽しい絵本を参考にしましたよ。野菜ペタペタかくれんぼ、松田奈々子作、アリスカンです。それからね、野菜のお腹、木内勝作、福音館書店。野菜がなかったらみんなの手でもできるんだよ。手のひら動物園、ハンテヒ作、随雲社。ねえねえ、他にも楽しい絵本ない？あるよ、金魚が逃げた、ゴミ太郎作、福音館書店です。こんなのもあるよ、私のワンピース、西牧かや子作、こぐま社です。まだまだあるよ、レオ・レオに咲くスイミー、工学者です。みなみちゃん、今日楽しかったね。